今回紹介するのは「60歳からを楽しむ生き方」「フランス人はお祝いする」という本です。限りがある人生の使い方。フランス人に学ぶ。元外交官で世界各国での生活を経験。引退後はフランスの修道院で介護ボランティアをされていたという方が書いた本「フランス人の 年齢に関係なく人生をを楽ししもううといい姿勢を紹介しているフランス人の「人生は美しい」という言葉は有名だがこれは人生は主体的に楽しまなくてはならないという励ましや戒めの意味合いがあると個人主義で合理主義だが自由と平等それぞれの違いは尊重するを実践。 老いても人生を楽しみ続けるという気持ちが大切ということそのためには今を楽しむ食事もおしゃれも楽しむ人との関わりを保つ気軽な社交を頻繁にお互いに孤独にならないように心情取とろと声かけ若い頃から老後の生活を考えながら生活をしていく老後は火を浴びて生活できるように。 人と関わりを持てる趣味を続けるなど日本にいるとなぜかこういった方向と反対方向への同調圧力に飲み込まれてしまうが欧州で暮らしていた時に感じていた感覚周りの目を気にしすぎない過剰適応はしない多様性を尊重物質的には質素でも精神的にゆとりのある生活と思い起こさせてくれる独語は 開放感と温かさが体に巡る以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。